あ今回も3年目のオフシーズンプレーしていきます。帰国選手交渉から始めてそれ以外にもやれることっていうのはまだたくさんあるのでそれをやって、この動画で3年目オフを終わらせていく予定です。前編の前回の動画ではねドラフトをプレーしたけど全くいい選手取れなかったからねくじ外しまくりでねあれでは戦力補強をしたなどと口が裂けても言えないわけやから、まあ、このシリーズの本編である自由契約選手獲得ですね。ここでまた今年も何かいいお宝選手がいたりする場合もあると思うんで取ってほんで強くなって来年のね4年目シーズンにつなげていきたいと思いますのでね。じゃあまずは海外帰国選手交渉から始めていくんですけども、ただ今年は誰も海外から帰国することはありませんでした。まあそれはいいことですよ。やっぱ海の向こうで頑張ってもうちょっとね次から次へとハイペースで日本人メジャーリーガー帰ってきまくりでしたからね、もうちょっとアメリカで活躍して頑張ってどうぞって感じですね。まあ来年は誰かいるんじゃないかな。続けてポスティング交渉、こちらからあちら海の向こうに渡る選手いるかな。いるね。それも3人、それぞれ着てるユニフォームが違うが全部セリーグっていうね。どんな感じだ。あーまず中崎、そして浅村で丸で、丸と浅村に関してはどちらも承認されてますね。残してる数字はこれですから、もう日本球界でやることないって感じだね、この2人に関しては。で中崎に関しては却下されてる。素晴らしい成績を残してるんでね、海の向こうでどれだけ活躍できるかっていうのは結構注目なんですけども、ただカープからしたら今抜けられたら困るってことだね。ポスティングは承認されず、ただ実在選手超一流プレイヤーがまたこのペナントから消えるのか、まあパリーグに属してる俺たちからしたらあまり関係ないんすけどね。ただこの2人がいてくれた方がよりペナント盛り上がるって言ってもいいですからね。まあでもライバルは減ったんじゃないかな。交流戦で戦う時この2人がね中日だったりヤクルトいないってことは来年今まで以上に勝ちやすいと言ってもいいんだからね。ですからまあ行ってこいや、俺にはどっちしろ関係ないからさ。グッバイ、海の向こうで頑張れや。そして FA 交渉、今年も大物動くでしょうね。動かないわけがない、パープルは動きまくるからね。おいおいおい、なんか気になるメンツだぞ。これ真ん中ダルビッシュですよね、ソフトバンクの。え、まさかのまさか FA したってことか。日本球界に復帰してダルビッシュはソフトバンクに戻ってきましたが、そのソフトバンクから FA して、さあどこに行く。ちなみに交渉してんのはロッテだけというおかしなことやっとるね。セリーグで見ていくと、あ、セリーグとは全球団交渉してるんだね。どうしたん、パリーグのそれ以外の球団もっと頑張れやお前よ。でヤクルトから小川、やばいこのスタミナでこの能力で、菊池雄星もいて筒香もいる。はい、やばいっすね今年もね。怪物だらけの FA 市場じゃないっすか。ロッテから増田で、日ハムから西川で、これはロッテの鈴木ですね。でソフトバンクから岩崎、後藤俊太かな、オリックスの守備能力は高いね。で中日から大野、この成績だぞお前、 FA してええんか、取るとこあるんか。ちょっと心配になります。まあうちは毎年ここは蚊帳の外ですからね、 FA 選手とは交渉できないという縛りがあるので、まあ、どの球団に誰が行くのかっていうのを見守っていきましょう。どの選手がどこに行ったんだ。はい、いきなり大物が動いたね。ダルビッシュが広島カープに FA 移籍。なんで、逆はわかるよ、カープからソフトバンクはね、資金的なもので。でもなんでダルビッシュはソフトバンクからカープに行ったんだろう。わかんない。わかんない、まんまんしたこ。で、ヤクルトの小川が中日。で、菊池雄星がヤクルトで、筒香が横浜からカープ。おいおいおい、日本のエースと日本の4番がいるカープ。やばくない。それでいて中崎がね、ポスティング却下されてるんだから、12球団で最も強いチームになったんじゃないかな。これだけのメンツが揃ってるんならね。で、ロッテの増田がオリックスに、日ハムの西川がソフトバンクに。おいおい待ってよ、それ以外の選手はみんなセリーグに行ったんですけどもね。ただパリーグに来た選手っていうのはもともとパリーグにいた増田と西川が別の球団に行っただけ。なんだろう、セリーグに大物ばっか流れていくからね、俺たちからしたら当然それはいいんですよ。でも戦力が低下することによって1位になりやすくもなるっちゃなりますから。ただ盛り上がるという意味ではね、もっとビッグネーム選手どころがね、それこそ筒香とかがパリーグに来てくれたら対戦することも多かったんでね、楽しみだったんですけども、残念ながら大物はみなセリーグに行ってしまったようだね。今年もめちゃくちゃ豪華でした。なんならいつも以上に豪華だったね。で人的保障ありますね。
神野という選手がロッテに人的保障で出されたよ。それ以外はみんな金銭なんですけどもね。ちょっとこの選手の能力が気になるから調べていきましょうかね。これが人的保障でロッテに加入した選手の能力ですね。一塁手で年齢は24歳2年目の選手で、神野という選手ですね。非常に若くて今の能力っていうのもそこそこあって、これから伸びる選手だからね。こんな選手を真っ先にプロテクトせずに人的保障で差し出すオリックスって、そんな内野が強かったチームでしたっけ。でこの選手はドラフト2位選手とのことでね。なんで取ったんじゃっていろんな人が思ってるよ、オリックスファン。でこの神野という選手自体、あと俺ね、ほとんどの方がなんでこれ取ったん、ほんでなんでプロテクトせえへんかったんっていうね、いろんな意見があると思うんですけども、まあでもこのオリックスの判断っていうのが正解だったか不正解だったかっていうのは来年4年目シーズン以降に分かることですからね。もしかしたらこの選手がロッテで大きな花を開き、将来的に球界を背負うレベルになったらオリックスからしたら大損でしょうね。ただロッテでね、そんな花開くことなくプロ野球人生を終えてしまったらオリックスの方が正しい判断だった、まあつまりは勝ちだったってことになりますから、まあこれからどうなるのかっていうのを見守っていきましょうよ、この選手に関してはね。これで FA 関係は終了ということになりやす。自由契約選手採用、さあさあさあ、ここが毎年のお楽しみ、どんな選手がおるかな。メインイベントやってきたぞ。ここで俺たちはいろんな選手を取って強くならではならないんだからね。また今年は助っ人外国人と一人も契約することなくシーズンを終えたので、ここで助っ人外国人、何かいいものがいたら契約していきたいと思います。毎年一人までは取れるという縛りがありますからね。じゃあやっていきましょう、自由契約選手採用。いい選手はいるのか？いや、いきなりいますね。まずは糸井。現在の年齢は39歳で能力はこんな感じ。全然できる、全然できる。この選手を手放すっていうのはバカかと思うけどもね。年俸も言うほど高くない。選手の希望は5700万ですからね。まあ、糸井が、ねえ、戦力外になるもう時代になってるんだね、このペナントではね。少し悲しいような気がするが、全然まだまだ使える選手だと思いますので、もちろんすぐさま契約です。これはもう契約しないとダメですよ。でうちから戦力外になった選手っていうのも今のところちらほら並んでますが、まあ一度戦力外にした選手とはもう契約はしませんのでね。あ、亀井もいるじゃないですか。うわー、でその亀井が伝説のさよなら男持ち、金徳持ってる選手を戦力外にする巨人って強かったんですっけ。そんな強くないよね。このペナントでセリーグを制したのは中日、ほんで巨人は最下位でしたからね。おかしなことやっとるで。初めて見たわ、戦力外になった選手が金徳持ってんのね。いや、この勝負強さを持っている選手、うちに来たらさらに光り輝くと思うんで、でスタメンで出れるだけの力もあります。もちろん契約です。これがお宝ですよ。すごいお宝をいきなり糸井にしろ亀井にしろ見つけることができたね。それ以外にもいるか、藤田、楽天の選手だね。どうだろう、悪い特殊能力もついてなければ、まあ能力の部分は衰えはあるけども、最低限の二塁内野守れるくらいの守備力はあると言ってもいいですから、藤田に関しても契約です。ただトレード選手には限界がありますからね。現在52名が在籍してるんで、あと18人しか取れないから、まあね、きっちり考えてやっていかないと。で金子千尋、ちーちゃんもいる。どうだろうね、巨人にね行ったんですけども、巨人からまた戦力外。巨人これ戦力外にする余裕ないと思うけどね。過去の実績は素晴らしいけど、今の能力で判断すべきだからね。難しいところだな、やっぱ赤徳が多すぎるこの手のタイプは。ほんで先発だけっていうのが厳しい。一旦保留だな。まあ、ひとまずちょっと確認していきましょう、いろいろとね。ソフトバンクから川島、どうだろうね、これもいけると思いますけどもね。で誰、わあ、おかわりくんだ、中村。マジでおかわりくんも戦力外になる時代なんだね、2020年っていうのはね。時の流れは残酷だが、まだできると思いますので、はい、これも選手契約です。でカープからジョンソン、いや違う、日ハムだ。日ハムが、カープから自由契約になっていたところを取って、そしてその日ハムから今こうやって戦力外になったわけだね。いや魅力的っちゃ魅力的だけど、能力の衰えもあるからね。だいぶ落ちてるね。あー、もうこれはもう取らない方がいいわ、さすがにね。で、あ、ディクソンもいる、あ、バレンティンもいる。だいぶ衰えてるけどね。うちロッテから戦力外だが、この V スラの変化量はえげつなくないか。全然できそうな感じするけどね。年齢は35歳、急速の衰えが激しい。
変化球一つ方向しか持ってないってことを考えればちょっとこの球速の衰えは痛いけどね。でただカープからの自由契約選手、パワーはあるから魅力的ですけどもね、ただシーズンの成績を見る限り活躍できなかったから自由契約ってことか。年俸も5000ですからね、めちゃくちゃ安いじゃないか。これまだまだ置いていてもいいと思うけどもね。でロッテから清田もだね、あの2015年以降全く活躍できなかったからこんなことになってる。打率も077やからね、なんか今のイチローみたいで悲しいぞ。涌井さんもいるぞ。はい、もうこれはもうこの能力、この能力、これを戦力外にするロッテは大バカだよ、バカ野郎。取りますよ、ありがたいね、うん、バカで助かったわ。で中日から祖父江で、またこれも中日から松井で、黒羽もいますね。バクスター、微妙だな。で福井カープからね、で吉川もか、全然いける。ほとんど衰えてないんじゃないの。ほら、衰えるどころかスタミナ上がっとるからね。32歳、これからまだできる選手なんで。はい、これも契約更改です。何を考えてるんだ巨人は。次から次へとなんかいろいろとやっとるけどね。多いし西武の選手だね。で T 岡田、おいおいおい、これこれこれ、このレベル自由契約っておかしいだろう。嬉しさと同時にブチ切れていいっすか。いろいろと各球団のなんかおかしすぎて GM が。この能力だぜ、なんでやねん。年齢だって32だろう、まだ輝けるキャリアじゃないか。年齢じゃないか、それでいて選手の希望も3000万と安すぎる。取りますよ。もう行け前剣、嘘でしょ、マジっすか。前剣はですね、1年目じゃない2年目オフに海外から帰ってきたんですよ。ほんで日ハムに加入したんですけども、ただ思った成績は残せなかった。いやでもそんな言うほど悪くなければ能力も高いのんで、うわー、これ戦力外はほんまただのバカやで、一番の大バカやで。ありがたい、もちろん惜しみなく契約更改です。メジャーリーガーをお前自由契約で取っちゃったよ。選手の中入ってたからね。あ、ロサリオもいるわ。ロサリオ1年目に阪神からね、戦力外になって西武行ったんですけど、ただその西武から戦力外ということですね。石川、ロッテのエースじゃないか。お前残してる数字はしょぼいけど活躍できるだろう。これもありがたい。もらう、ハルモンテもいるよ。お前もうやばい、ごめんね、一人テンション高くてね。でもそらテンション高くなるでしょう。すごいレベルの選手並びすぎ、かつてないよここまでっていうのはね。東名も契約しよう。唐川もいるな。契約更改といきましょうかね。ポイントはまだまだ余ってますから、まだまだ獲得することもできる。阪神から石崎、左の弱さが欠点だけど、ただ能力は高いし、この球速だからね。年齢でいうと30歳の選手、うん、安いし取りましょう。これもね、中継ぎはやっぱ補強ポイントです。中継ぎも弱いからね、うちはね、取っておいて損はない。巨人から立岡、いやーないなこの選手ね。で中田というのは西武の選手ですね。まあ、キャッチャーはいらないかな。でベイリー、でスレーター、で平井、あの西武の選手だね。まあでも怪我しにくさ G 持ってる選手だし、ちょっと痛いかなそれは。田村、横浜の選手で、牧谷ですか、何年目、2年目。おいおい、若いじゃないか。このペナントの架空選手なんですけども、その架空選手がすでに戦力外にされる、そんな時代なんだね。また時代を痛感したよ、そんな時代なんだ。まあ、ペナントももう4年目差し掛かろうとしてますからね。架空選手ですら、まあ、戦力外になるんだね。お、なんだこれは、ソーチャーホーか。ちょっと待って、能力も高いしね。いやいや全然できるやん、球も速いし、悪い能力もついてないんだから。楽天さん何やってんの。取りますよ、遠慮なくね。ありがとう。こんな能力の高い選手と420ポイントで契約できたわ。これ最低年俸ですからね。で一通り確認しましたが、こんな感じですね。いやいや、欲しいものとは契約更改をしてですね、もう獲得することは決定してますから。いやまだでも取りたいな、まだ魅力的な選手いましたから。ちょっと保留にしてた選手をまた改めて確認していきましょう。まずはちーちゃんですね。いやーどうだろう、改めて能力見たらやっぱ破格の多さ、能力の低さ、球速のなさ、根がいくね。ネームバリューに惹かれてはならダメよ。金子千尋というネームバリューに惹かれて今興味を持ってるけど、これが金子千尋じゃない、なんかようわからんモブキャラの名前に変えてみ、
全然魅力感じないでしょう。そういうこと、能力だけ見たらそんな魅力はない選手なので保留にしてましたけど契約はしない。でこのソフトバンクのね川島もちょっと気になってるんだよね。やっぱ内野がボロボロですからね、まあ、37歳のベテランで能力も衰えてはいるとは思うんですけども、ただ現在の能力見る限りそんな悪いものもついてなければ低すぎるってわけでもないからまだ輝けるんじゃないかな、うん、ですからこの選手と契約更改で安いしね、何よりもね。助っ人外国人に関してもね、ちょっといいものがいたら契約しようと思ってるんですが、バレンティンですよね。これもね、まあ、特殊能力の多さからしたらちょっと欲しいんですけども、ただ年齢は36歳、これからもっともっと衰えていく。なんなら、次のシーズン迎える頃にはね、オフシーズンでパワーが8も下回って D になってるって場合もあるからね、 C も切ってるってことも考えられるんで、そうなったらちょっと痛いんで、これはなかなか手出しづらいけどね。助っ人外国人、それ以外にもさっき言いましたよね、ロサリオだったり、また誰だっけ、アルモンテですよね。この辺この辺この辺、どっちかだな。バレンティンはもうないわ、やっぱり能力の衰えも来てるから。ロサリオかアルモンテか、いや能力比較したらね迷いなんて生まれないよ。もうこれアルモンテ取るのが正解なんですけどもね。ほんでまだ31歳ですからこれから伸びる。それはロサリオも同じなんだ、年齢31歳ですからね。いやちょっとね、これからロサリオをねこのペナントで育成して、みんなが求めていた、阪神ファンが求めていた、あの韓国最強打者のロサリオみたいなのを仕立て上げていくっていうのも物語性があって面白いとは思うんだけど、でもどうだろうね、育てるっていうほど残された時間は多くはないからね、31歳ということを考えれば。それならやっぱ今の能力が高いアルモンテと契約した方がいいんじゃない。ミートもパワーもあるっていうのは絶対魅力的で活躍してくれること間違いないですからね。こっちと契約更改です。まあ、こんな感じかな。あーもういいんじゃないかな。あとの選手とはまあそれなりに魅力的な選手もちらほらいるけども、ただ取りまくる必要っていうのはないと思いますので、うん、もう取りまくったからね、大体ね、メジャーリーガーも取ったし、ほんで糸井超人も取ったし、それ以外にもパワーのある選手もなぜか自由契約になってたりしましたからね、そういう選手はもう取りましたので、これで今年の自由契約選手採用を終了していきましょう。うちからはこれだけ取り、そして他球団に行った選手も注目ですね。横浜の田村という選手が中日に加入で、そしてコールターという選手が巨人に加入で、中日の祖父江がオリックスに加入で、ちーちゃんはまだ取ってくれる球団があるんだね、広島カープが取るんだ。もうカープ完全ネームバリューだけで取っとるやん。お前ダルビッシュいて筒子いてあれ取る必要ないやろ。まあでもネームバリューはあるから客は呼べるわな。そういったところを見てカープは取ったのか、なんか巨人みたいなやり方してますけどね、大丈夫ですかカープらしくはないけどもね。はい、これで自由契約選手採用は終了です。多くの選手がね加入しましたので、また一から確認していきましょう。まず最初1人目石川ですね。でロッテから涌井で、前田健太、かつてのメジャーリーガーが自由契約になっていたっていうのは驚きですけど、その前健がうちにやってきた。で唐川、東明、 T 岡田、これも驚きでしたね。なんでオリックスは手放したんだ、いろいろとおかしい。人的保障のあのね神野という選手もおかしかったけど、この選手に関してももっとおかしかったですよ。で、台湾の選手ですね、球も速いですから。で楽天から藤田、でおかわりくん中村ですね、衰えはあるけどもまだいけると思う。でソフトバンクから川島、巨人から亀井、金徳持ちだよ、やばい。で吉川、で阪神から石崎、糸井、でフォースターと再契約ですね。この選手は1年目オフに獲得した選手だったんですけど、契約が切れていたところまた契約させていただきましたので、で中日から自由契約のアルモンテ、こんな感じですね。海外留学、今年も海の向こうに何か飛ばして強くさせていくっていうのもいいと思いますね。ちょっとねここでアイテムを使わせてください。ペナントのアイテムがあってですね、こちらのアイテムですね、限定留学地ペナントを追加というのがあって、3年間海外留学に行ってペナントという留学地を選択できるようになる。そのペナントというのはものすごく一番いい留学地なので、このアイテムを使うことによって3年間それができるようになるらしいので、ちょっとずるいように思えるかもしれませんけども、やっぱこの海外
外留学でもっともっと強い選手を作りたいんでね、このアイテムをこれから使用していきたいと思います。3年間ペナン島に行けるようになったので、そのペナン島へ生かしましょう。留学地選択でここですね、全能力の中から2つの能力を大きくパワーアップできる、それがペナン島。もちろん費用も高いですよ。5万5000ポイント必要になりますから、うちからしたら生かすだけでね結構やばい感じなんですけども、ただここで強くなって帰ってこい。留学選手を誰にする？いや候補としてはそんないませんね。どの選手にしようかっていうのは非常に迷うんだけど、まず重野と佐藤に関してはこれは行かせられないね。もう開幕からずっといてもらわないと、うちはこの二人いないと野球まともにできないんだから。あと平原に関してもそうですね、この選手を海外留学行かせることによってさらに能力アップさせるっていうのも面白いっちゃ面白いけども、この選手いなかったらまた野球にもならないんでね、ですから重野、佐藤、平原に関しては除外で、それ以外から考えると、まあまず一人目に関してはやっぱ今年のドライチですかな。はい、大道というこの選手を生かしたいと思います。問題は2人目の選手を誰にするのかっていうのが迷うんだよな。まあこの大道同様、今年ドラフトで取った選手2選手っていうのがこちらですね。こっちの2人を生かせるか、やっぱ投手よりねやっぱ野手を強化した方がいいと思うんで、うん、なのでこの2人のどちらかだね。犬飼が二塁手で、この柏崎が外野だね。この選手に関しては高卒、こっちは大卒ですね。いや判明する前の能力も低いからさ、上げておいた方がいいと思うんだよな。二塁手はやっぱ補強ポイントですよ。一番やっぱ必要なポジションなんで、高い能力の選手がね。だから犬飼を強化すればその弱点を補えて、それがやっぱ下克上チームのプラスにつながるわけなんで、そうしましょう。うん、2人目の選手は犬飼です。どちらもドラフトで獲得した新選手ですけど、この選手をペナン島という最高の島に送り込んで、そしてどれだけの能力が上がるのかっていうのはまた来シーズンの途中に分かることなのでね、まあ大幅に強化して帰ってくることを祈るよ。頑張れよ2人とも。終始ハイテンションだった3年目オフシーズンはこれにて終了で、多くの選手を獲得したので間違いなく3年目から4年目にかけてまた一つ強くなることができたね。もう今すぐにでもシーズン始めていきたいんですけども、その前にこれからワールドチャンピオンシップベースボールカップという国際大会が開催されますので、次回の動画から下克上物語の本編を一旦お休みして、再び国際大会の実況動画をピーマンチャンネルで投稿していこうと思ってますのでね。インターナショナルベースボールカップという大会が前年ありましたが、その大会は日本代表で世界一を取ることはできたが、しかしこの新たな国際大会でも世界一をつかむことはできるのかどうかは、また次回から始まる戦いお楽しみにね。今回のオフシーズン実況、ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググッバイ、またあぼう。